いや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 、初夏ですよ、初夏。もうね、暖かいを通り越して、随分暑くなってまいりました。12時を過ぎましたので、ここからはですね、シンガーソングライター香川博光が、月に1回のアコースティックラジオをですね、お送りしたいと思います。今日はちょっとのんびりしたナンバーから。I see treesOf green, let roses bloom. I see them bloom for me and you. And I think to myself, world of wonderful world. Skies of blue and cloth of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky. I also saw the faces of people going by. I seen friends shaking hands, saying, "How do you do?"Very early saying, I love you. Ashita wa kitto hareru kara, nurete ta machi moありだすさ、耳をすませばほら、World of Wonderful World、いつかはきっとまた会えるさ、だからもう涙拭いて、そういつもポケットに World of Wonderful WorldSo, いつもこの心に World of Wonderful World、
香川博光のアコースティックラジオ。皆さんこんにちは、香川博光です。また今月もね、この時間がやってまいりました。香川博光のアコースティックラジオ、日曜日のですね、毎月日曜日の第4日曜日を担当しておりますシンガーソングライターの香川博光です。月1でですね、この午後12時から14時までの2時間生放送で、僕がお送りをさせていただいております。この番組はですね、僕シンガーソングライター香川博光が最近気になっているアーティストを紹介したり、またはお店やイベントなどをね紹介したり、ゲストにもね登場していただいて、のんびり楽しくダラダラとお送りさせていただく番組となっております。僕ギター1本ねこんな風に持ってきておりますので、今月もですねギター片手に歌ったりね喋ったりしながら、のんびりとした時間のですねラジオを、させていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。毎月ですね、テーマを決めさせてもらってリクエストを募集させてもらっています。今月のテーマはですね、最近ねちょっとこうライブツアーで、よく県外に行く僕にですね、教えてほしいことがあります。おすすめの旅行先を教えてください。おすすめの旅行先を教えてください。またはね行ってすごく楽しかったところ、もしね県外でユーストリームなんかで聞いてらっしゃる方がいらっしゃれば、自分の街のねこんなところがすごくいいですよみたいなことでも OK です。広島県以外で、教えていただけるととっても嬉しいです。 E メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp。 ファックスナンバーは0829-31-0761 0829-31-0761 にてお待ちしております。また僕のですねツイッターアカウント、フェイスブックアカウントなどにですねコメントなどしていただいても余裕があったら見ますので、そちらの方もぜひチェックをしてみてください。いやー最近ですね、本当この暑くなるにつれて、ありがたいことにね結構いろんなところに呼んでいただいて忙しくさせていただいております。つい先日もですね、17、18日と5月のね、兵庫県の方に、行かせてもらって、であちらのね播州フェスティバルという、お祭りがあってですね、そちらに2日間出演をさせていただきました。ほんとねたくさんの方が応援に来てくださってですね、僕もねその時は弾き語りじゃなくて、ピアニストのね、今日もかけますがアルコイリスというバンドの、ピアニストの立本くんというね、方を連れて一緒に行ったんですけれども、とってもね賑やかな、イベントに参加をさせてもらいました。すごいフードとかですね、あとなんか似顔絵をなんかこう描くスペースがあったりとか、マッサージしてもらうブースがあったりとかですね、本当にこうもうなんかいろんなものがごちゃ混ぜになったような、もちろんステージもあってね、僕みたいな歌うたいからダンス、それからなんかヒーローショーみたいなのもありましたし、とってもねなんか盛りだくさんな形でね、すごくでもなんかこうピースフルでとっても楽しかったです。ただね暑かった、もうめちゃくちゃ暑くてですね、もう今僕結構真っ黒になってるんですけど、ねなんかこの間も会った人にね、香川博光じゃなくても香川黒光だよみたいな言われるぐらい、真っ黒になっておりまして、まあでも今からねどんどん野外イベントなんかも増えていくので、どんどんね黒くさせていただこうと思います。それから一昨日ですね、フライデーアコースティックナイトという、これ毎月1回させてもらってるんですけれども、坂谷、廿日市市坂谷にありますプールカフェニコさんの方でですね、僕がホストを務めて、毎月ねゲスト招きながらライブをするっていうフライデーアコースティックナイトというイベントをねさせていただいてるんですけれども、その時にですねエスタシオンという、なんかカヤ軍っていうですね、韓国の古都とボーカルと、パーカッションというユニットの女性3人組のね綺麗どころの、グループと一緒にライブをさせていただきました。本当にねたくさんの方に、来ていただいて、オープニングゲストとしてですね、今回なんとマジシャンのコバックさんという、男性のねプロマジシャンの方に来ていただきまして、これがまたねすごかったんですよ。本当なんかトランプマジックとかもこう選んでもらって、そこにサインをして、でそれを当てるっていうのでですね、ピーマンの中からトランプ出てきましたからね、ちゃんとサインが書いてある、
いや、あれ本当に会場がね、うわーすごいっていう風に、子供から大人まですごく楽しめるねマジシャンでした。またね、いつかちょっと僕のこのラジオのゲストにも来ていただけたらなと。まあでもラジオでねマジックするってなかなかちょっと難しいと思うんですけど、音声マジック的なね、なんかこうやつやってもらえたらすごく嬉しいなと思うんですけど、コバックさんぜひお待ちしております。ということでね、フライデーアコースティックナインと、来ていただいた皆さんどうもありがとうございました。はい、いろいろとね喋らせていただいたところで、まず1曲目の曲を流させてもらおうと思います。先月僕のねラジオにゲストで来ていただきましたロックバンドナコ、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。レコ発も大盛況ということでですね、新しいアルバムを引っ提げて今またツアーを回ってらっしゃるみたいです。そのニューアルバムから1曲、ナコでナイトゴシック。空灰色の顔してあのビルにまたがった羽の生えたキャンドルライトに気を止めてソフキーボードモーザー並んだ影に手錠をかけたら振り向かず走り出せ、いつの間にか浮かんだ半月、そっとそっと手を振ってバイバイ、ため息もぐらむ、吐くたび輝いて行こう。触れただけで伝わった熱に食らって顔で手を振ってバイバイ、ため息も色彩はもうつくほど美しい。Now 触れただけで伝わった熱に食らって恋ガーデンスクエアでは、ただいまセール開催中。季節の草花、ガーデニング樹木など各種取り揃え、皆様のご来店をお待ちしております。お問い合わせは 082-507-8787。 恋ガーデンスクエア。販路開拓に取り組むお店企業様へ、国の補助制度を活用しませんか。広告やホームページを作りたい、陳列棚をきれいにしたい、
お客様に優しいトイレに変えたい。このような取り組み対象の方に最大50万円のうち3分の2が補助されます。補助対象者や締め切りなど詳しくはお近くの商工会商工会議所までご相談を。JA 佐伯中央では地元で生産された農産物を地元で消費する地産地消活動を行っています。安全安心な地元農産物で食卓に家族の笑顔を。今度みんなの祭り、今年は6月14日土曜日15日日曜日、海風そよぐ小田島公園。14日前夜祭は清流行進白蛇王キャラクターショー松ヶ原神楽団公演。15日当日祭は悪女時代マキネのライブ、その他地域のステージ婦人太鼓など、フィナーレは餅巻きで盛り上がります。乗馬体験のほか、大野を元気にする大野どんぶり対決で大満足。毎年目玉の宮高生制作の巨大オブジェもお見逃しなく。大野みんなの祭り、小田島公園で開催。 JR 大野浦駅からシャトルバスも運行。みんなで楽しもう。 FM 八海地、はい、ナコでナイトゴシック聞いていただきました、先月ねナコの、ボーカルの方とですねギターの方2人出演していただきましたが、とってもいい方で、残念ながら僕レコ初のライブ行けなかったんですけれどもね、すごく盛り上がったとお聞きしました、ぜひアルバムもねタワレコなんかでも売ってますのでお買い求めしてください、メッセージ来てます。ラジオネームつつ&つるさんから、香川ひろみつさんこんにちは。こんにちは。毎日暑い日々が続きますが、今日は割と過ごしやすいようで、割と過ごしやすいような天気で安心している私です。今回も香川さんのトークや曲が聴けることを楽しみにしています。どうもありがとうございます。そしてもうすぐ梅雨の季節がやってくるため、ジメジメしているのが苦手な私は気が重いです、てんてんてんということです。つつ&つるさんどうもありがとうございます。いきなり BGM が消えるというアクシデントが発生しておりますが、引き続きね、続けていきたいと思います。ここからはですね、素敵なゲストに登場していただきましょう。今日はですね、僕のラジオで一番最年少のゲストだと思います。なんと現役の高校生でありながら、シンガーソングライターとしてね活動されてらっしゃる、女の子、中道かれんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー若いとっても若いです。まずね、簡単になんか自己紹介とかしてもらえてもいいですか。はい、高校3年生の、はい、中道かれんと言います。弾き語りをいつもはしてるんですけど、バンドとかも組んでやってます、はい、あ、すごい。もうじゃあバンド活動もしつつ、まあ、自分のソロのその弾き語りの活動もしてるっていうことで、それバンドはバンド名とかあるんですか。バンド名は今組んでるのはミスターネイドっていう校内で組んでるバンドなんですけど。ミスターネイド、はい、ネイトです。ネイト、はい、これどういう意味なの。これはミスターネイト、去年の夏にアメリカから留学生が来て学校に、はい、その人がネイト君っていう人だったんですよ。かっこいいですね。で、その人が帰った頃にバンド名何にしようかってなったのが、はい、そのバンドで帰った後に帰った後にそのだからネイト君は全然入ってないけど、はい、名前はミスターネイトになった、はい、そうです。なんか仲良くなってしまったんで、それで、あ、じゃあネイト君、そういえばネイト君帰ったなみたいな感じでミスターネイトにしました。面白いですね。どうですかこのカレンちゃん、素敵でしょ。はい、普段はどういうところで、弾き語りのライブとかはどこでやることが多いんですか。はい、いつもは、広島市内のライブハウスでやることが多いんですけど、はい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 、広島市内だったらいろんなところでやらせてもらってるんですけど、はい、週末になったら土曜日に、はい、夜に9時とか以降に路上でもう歌ってます。だから路上ミュージシャンでもあるということですね。はい、週末に広島に来たらぜひ。なるほど。それ広島市内のどの辺とか場所は決めてやってるんですか。あの金座街ってわかりますか。金座街、うんうん、パルコとか、
H&M とかあるんですけど、 H&M とかがあるあの通りだよね。あの通りです。うん、あでもあそこ確かに結構路上ミュージシャンがたくさんいるから、はい、その中に混じって負けないように声を出してるっていうことで。そうです。昨日もやってきたんですか。はい。へえ、たくさんお客さんは。お客さんはですね、うん、音楽をしてる高校生とかが、スタジオ帰りとかにたくさん通るんですよ。その人たちが立ち止まって交流もしながらライブをするということで、はい、いやいいですね。なんか青春ですね。今は高校3年生ということなんですけども、はい、どこの高校かとかこれ言っちゃっていいのかな。はい、大丈夫です。どちらの高校に行きながら音楽活動してるんですか。開田高校です。開田高校、頭のいいところですね。いや全然ですよ。もう全然ですよ。もう普通の学校です。楽しいです。すごいですね。開田高校のじゃあ3年生、はい、でありながらじゃあ今音楽活動をして自分で曲なんかももう作ってるっていうことですよね。いやすごいな。実はね僕がいやいつだったかな、去年だったっけ、あのアリスガーデンのイベント、はい、年末くらいだったからですかね。あの年末にアリスガーデンであったイベントに出た時に、この中道カレンちゃんと知り合ってですね、その歌声を聞くや否や、これはこの子は売れるぞとこの子は売れるぞというふうにね、思って今のうちに、しっかりね関わって友達になっとこうということでたくさん、声をかけさせてもらって今回のラジオに出演していただきました。どうもありがとうございます。いやまあね、いつもね、ゲストに登場してもらった時はちょっと最初に軽くトークをして、でまずは自己紹介代わりに1曲をかけさせていただくんですけれども、はい、カレンちゃんまだ CD をちょっとまだ作成をしてないということだったので、はい、なんと今日ギターを持ってきていただきました。持ってきました。ちょっとじゃあもう自己紹介がてら、はい、1曲ねちょっとオリジナル曲を披露していただけたらと思うんですけど、はい、なんていう曲名の曲を演奏してもらいましょうか。これはですね、はい、ずっと題名がなかったんで、うん、近くに題名を聞かれた時に近くにホットレモンを置いてたんですよ。でずっとホットレモンって名乗ってたんですけど、ちょっとさすがにホットレモンじゃダメだなと思って最近羽と風っていう題名にしました。あ、いいですね。それなんかどんな感じの歌とか、はい、何をテーマにしてるかとかあるんですか。うん、これは、うん、なんか寒い日に河原で、うん、練習終わりにスタジオのバンドで歌を歌ってたんですよ、ギターを弾いて、はい、それで次の日その時によしバンドで歌を作らんといけんってなってて、うんうんうん、それでその次の日の朝によし作ろうと思った時に、あー昨日の夜寒かったなとか思い出して作った歌です、うん、なるほど。じゃあ早速ね聴いていただきましょう、うん、じゃあよろしくね、はい、お願いします。弾いた歌
すごい素晴らしい。長道可憐で羽と風聞いていただきました。これ生演奏だったんですよ。これ CD じゃないんですよ皆さん。素晴らしいっすね。誰かに聞いてもらってるって感じがしませんね。ここ微妙に失礼な発言それ。え、本当ですか。いや、3人ここに見える人が少ない。あ、そうそう、目の前にね人はいないのでっていうこと、うん、いやすごいな。今17歳18歳。はい、17歳。17歳ですよ。これこのミキサーに今日ね、あの倉本局長入ってるんですけど、どうすかこれ局長、これ素晴らしくないですか。やばいっすよねこれね。絶対この子売れますよ。うわ嬉しい、頑張ります。すごいな。売れた暁にはね、ぜひ FM 初開地でなんかこうね、あの、はい、イベントかなんかこうやってもらえたらとても。お願いします。いや素晴らしいですね。じゃ感動しちゃった今。今ね、今の曲をそのイベントの時に僕もね聞かせてもらったんですけど、はい、年末の時よりなんだろう、なんか声の透明感とか、あとギターのその安定感というかね、上手だよねギターもね。ありがとうございます、嬉しい。なんか僕もね高校生のそのカレンちゃんぐらいの時から一応やってたんですけど、はい、そんなギター上手くなかったし、そんなに落ち着いてなかったと思うしね。じゃあ上手くなりますかね、ひろめつさんみたいに。いやいやいや、もうすでに全然俺より前よ。めっちゃ嬉しいです。すごいな、感動しちゃった。はい、もうね今ユーストリームでもねすごくたくさんの方に見ていただいてるので、どんどんねこれからもなんかね、ちょっと感動して言葉がだんだん出てこなくなっちゃったけど、ちょこれちょっとすごくいいから、まだちょっと他にも聞きたいな、はい、またね後でもう一曲ぐらいオリジナル曲もね、はい、歌っていただきましょう。カレンちゃんは卒業後はどんな風にしたいとか何決まってるんですか。卒業後は東京に行って音楽活動とかしてみたいなって思ったりとかしてるんです、ね、じゃあ大学受験とかはせず。いや学生としての方が時間があるかなと思ってるんですけど、じゃあ東京の大学に進学して、で大学生で学生しながら音楽活動も頑張るってことか。できたらいいなと思ってます。一番楽しいパターンのやつだよねそれね。できますかね。できるできる、やろうと思ったら絶対できるから。お、頑張ります。いやでもすごいな、なんかね、まあ、最近ねそういう女性シンガーソングライター系のそのまあゆいさんとか、はい、あと何他に誰がいるっけ、出てこない、ゆいしか出てこなかったけど、まあ、そっち系のねこう雰囲気も持ちつつ、でもやっぱねカレンちゃんのなんかオリジナリティみたいなのが今ですか、うん、あると思うから。ありがとうございます。いやすごいな。なんか曲を作るときに、はい、こういうの大切に作ってますとか、曲から作りますとか歌詞から来ますとか何かありますか。作るのは、うん、ギターを弾きながら鼻歌歌ったりするんですけど、歌詞とかは自分が思ってることをそのまま書けたらいいなって思ってるんですけど、いつも素直な歌詞をそのまま書く、うん、すごいね。空へ空へとか普段思ってるのじゃ。思ってるんですかね心の中では。いやすごいな。いやなんかねすごくこう声にやっぱ何よりも透明感があると思うから、いい喋っててもねいい声だよね。なんかねですか、僕の10個下か。僕ちょうど今年28なので、カレンちゃん今年18歳でしょ。18です。じゃ丸々ほんと10個違うっていうことになって、いやすごいわ。その境地にその18歳で達してるの本当にすごいと思う。ありがとうございます。普通もっとねギターが走るって言ってこうスピードが速くなっちゃったりとか、そういうのもあると思うんですけど、全然そういうのもないもんね。本当ですか、うん、やった嬉しいです。緊張してないもんね。いやだっていないんですもん人がね目の前には。ライブでは結構緊張する方ですか。ライブでも緊張しないです、うん、あ全然緊張しないんだ、はい、もう常に自然体で。緊張しないです。新しい初めて行くライブハウスとかだったら、緊張したりするんですけど。なるほどね。なんかこうやっぱ新しい場所だと結構緊張するけど、もう慣れてる場所だったらもう全然何も緊張せずに自分の一番ベストな状態を出すことができる。素晴らしいじゃないですか。緊張しなくなりました。なんかフラワーフェスティバルにも出演してたんだよね。はい、はい、フラワーフェスティバルの、うんステージに。どんな感じでしたかフラワーフェスティバルは。あすごい楽しかったです。なんか自分のオリジナルの曲をすごい広島のプロみたいな人たちがバンド風にしてくれて、あそうなんだ。それでバックでついてもらって、弾き語りじゃなくて、弾き語りじゃなくて、すごいね。
もうじゃあ本当にもう何今売り出し中なのカレンちゃんもう。いやそれはあの、うん、通ってる教室の発表会みたいな感じで先生がつながりでそのすごい上手い人たちを集めてくれたんですけど、すごい楽しかったです。すごい。そうあだからその高校でやってるさっきのミスターネイトとは全然違うバンド、ね、あそれは違います。このミスターネイトの時はカレンちゃんの曲をやってるんですか。ミスターネイトでは、うん、カバー阿部真央さんを中心にカバーしてます。へー阿部真央みたいなちょっとこうそういうロック調のパワフルな感じもやるのね。頑張ってます。へーすごい。学校でヒーローでしょこれだけ上手だったら。いやいやもうそんなことないの、はい、でも学校でも女の子からキャーって言われるでしょ。えキャーとか言われないですよ。本当になんかもう男の子にももちろんすごく人気だと思うんだけどなんか女性からもすごく人気がありそうな感じだよねカレンちゃんって。本当です か、うん、なんか後輩からラブレターもらったりしないの。ラブレターですか。ラブレターはないですね。ラブレターはないんだ。もらいたいですねぜひ。へーすごいな。でも普段は普通の、女子高生ということで、はい勉強は結構ちゃんとやってるんですか真面目に。勉強の方はどうなんですか。勉強ですか。勉強は、うん、結構なんか適当です。得意な教科とか。得意な教科は英語です。あ英語が得意なの。英語が好きなんです。じゃあ割とも喋れる感じで英語は。へえ、ちょっとじゃあ英語の歌詞が出てくる歌とかありますか。英語の歌詞が出てくる歌ですか、うん、松田聖子さんの曲の2番が英語なんです。2番が英語、はい、ちょっと そこをちょっと英語の部分だけでもちょっと歌ってもらってもいい。じゃあなんか絶対英語すげえ合うと思うんだよね。だからさっきなんか聞きながら絶対この子英語で歌ったなおいいよと思って。本当ですか。じゃあ2番から。2番から。スイートメモリーズ、松田聖子のスイートメモリーズのカバーをじゃあちょっと一曲披露していただきましょう、はい、よろしくお願いします。Don't kiss me baby We can never be So don't add more pain Please don't hurt me againI have spent so many nights thinking of you, longing for your touch. I have once loved you so much. あの頃は若すぎていたずらに傷つけ合った二人色あせた悲しみも今は遠い記憶 Sweet memories素晴らしいね。素晴らしいねって僕の声までリバーブかかっちゃったけど。いやすごいね。いや確かに英語の発音も上手だね。ありがとうございます。いやいいわめっちゃ。いや俺 CD やったら買ってるもん。本当ですか。すごいいいね本当。いやすごいな。ありがとうございます。高校生高校生でこのクオリティすごいな。なんかちょっと純粋に負けたと思ったわ今。いやいやいや全然ですね。いやーでもほんと素晴らしいですね。素晴らしいばっかり連呼してますけど。ありがとうございます。乗っ取られちゃった。いやほんとね。でもちょっとこれイベントとかなんかあったら声かけてもいいんですか、はい、全然どこでも行きます。どこでも来てくれるんですか。いやもうね結構ね僕が主催のイベントなんかもたくさんあるのでちょっともう呼んでね。まあでも CD も作ってもうたくさんねやっぱりこのカレンちゃんの曲をいろんな人に聞いてもらいたいなと思うから、はい。いやこれはね多分すぐどっかから声かかってもうあの東京とか呼ばれちゃうんじゃないの。あっちの本当ですか。もう行きたいですね。すぐにでも。
県外のライブとかは全然あ行ったことないです。今とりあえず広島、まあでもそりゃそうだよね、高校生だもんねまだ高校生でバンバンの関西でもライブしてますとか言ったらびっくりするわ。はあ、すごいな、本当に才能が豊かだと思います。ありがとうございます。なんか音楽を始めたきっかけとかってあるんですか？いつからやってんの音楽は？ギターを弾き始めたのは、うん、中学校3年生の4月だったんですけど。中学校3年生、今だから3年か4年ぐらいってことだよね、まだ。はい、そうです、3年ぐらいで、最初は自分がギターを買ったとか始めたとかじゃなくて、うん、私のお姉ちゃんがギターを買ってきたんですよ。初心者セットみたいなやつのアコースティックギターを、うん、それで最初は DVD とかを見て頑張ってたんですけど、うん、でもすぐにやらなくなって、もう1ヶ月とかもしてしまうと、うん、それを私がじゃんじゃんしてたんですよ、うん、それであやってみようかなと思って、それで通わせてもらってお願いして、それから。じゃあ本当はお姉さんが最初に始めたんだけど、お姉さんが飽きちゃったから、うん、それを引き継いで自分が弾けるようになったっていう形で。そうです。その頃はどんな音楽をカバーというか真似してたりを弾いたりしましたか？そうですね、ミワさんとか、うん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 、好きでした。まあでもアーチ系の弾き語りするのはでも難しくて、テレビとか見てコードがわからないから、うん、テレビを見てこれを押さえとるとか思ってこれ録画してるやつをこう止めて、そうですそうです、あここ見える、ここ見えるみたいな、小指はここに置くのかとかっていうのを、ここのシーンで見えるみたいな、あもうこのなんかスローで再生するみたいな感じでやってましたすごいなそうだよね、でも学生の頃ってなんかそんな感じだよね、はい、あなんかすごい今俺淡い気持ち、なんか昔思い出してすごく今ほんわかした気持ちになってきたやっぱね、でもほんとね、高校生の時にやっぱり音楽活動してるのって後にもすっごくいい思い出になると思うから、うん、もうバンバンやってね、はい、学校の文化祭とかもあるでしょうきっと、はい、うん、その時とかもうヒーローでしょ、だってね、なれますかね、学校で自分より上手い人いないと思ってるでしょ、だって。そんなことはないです、わかんないですまだいや絶対いないよ、そうそういやでもね、まあでもね、本当にこういろんなアーティストがいると思うので、どんどんね、新しい、今はまだまだどんどんいろんなものを吸収できる時期だと、はい、もう僕みたいになっちゃうとね、もうあんまり吸収できなくなっちゃってて、もうなんかしなびてきちゃってるけど今からだから、もうカレンちゃんはね、はい、いやちょっとこれは応援したいな、なんか本当、お願いします。うん、すごいなんかこう仲のいい広島のミュージシャンとかって誰がいますか？あ、広島のミュージシャンで、うん、有名な人だったら、うんうん、レッドインブルーさんっていう、レッドインブルーさん、すごい有名な人がいるんですけど、うん、そのギターの人はすごい高校生にすごい優しいんですよ、うん、なんかギター教えてくれたりとか、はいはいはい、それでその人はすごい、それ年代的にはは大学生、大学生のバンド、ロックバンドですか？はい、すごい、うん、今度、うん、タワレコに全国で、はい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 、置くっていうのが決まったらしくて、へー、すごいすごい、今からどんどん有名なバンドです。ごめんなさい、知らなくていやぜひそれはまたちょっとゲストでね呼んで、ここにお呼びできたらちょっとねぜひ出演してもらいたいですね、はい、あ、丸本莉子さんっていう有名な人がいますよね、はい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 、丸本莉子さん、友達なんですか？いや友達じゃないですけど、さすがに、なんかすごいライブとかに行って、この前の、うん、フラワーの時もその自分が通ってる教室が、うん、丸本莉子さんが、はい、高校生とか若い頃に通ってたところで、うん、それでそのゲストで同じステージで鳥だったんですよ、はあはあはあ、そんな感じで丸本莉子さん認識してもらいました。あ、その時じゃあ丸本莉子さんは今中道カレンちゃんのこと知ってるんだ？
多分認識してくれてると思います。もうそれじゃ友達って言って、あ、私丸本莉子さん友達だよって。いいですかね。いいか、友達です。やだね。でもやっぱね、広島でこうやってたらいろんなところで、あの人も知り合いだったの、この人も知り合いだったのってね、何かしらこうつながるもんで、はい、どんどんねやっぱネットワークを広げてやっていけたらなと思います。ここでねちょっと1曲、CD をかけさせていただこうと思います。これね、僕が知り合ったインストバンドなんですけれども、アルコイリスというバンドで、トランペットとパーカッション、それからピアノのねちょっと独創的な、バンドとなっております。アルコイリスでハヤテ。なってきた車をお持ちのあなた、まずは無料見積もり、ホリデー車検廿日市があなたの愛車をサポートします。車の傷へこみも任せて安心、新車中古車販売各種保険まで、車のことなら何でもホリデー車検廿日市。人と街との調和を目指して、三共ディスプレイはイメージの形を創造し、人々の心に届く確かなコミュニケーションを育んでいきます。これからのお店作りをトータルにご提案。屋外広告、ネオンサインから店舗装備の三強ディスプレイ。新鮮な海の幸をバーベキューで。
4名様以上でお一人2500円から。お肉も野菜もご一緒に一品料理もあるよ。午前10時から夕方まで宮島街道廿日市消防署すぐ近く。ランチも夜も大満足。助水さん FM 廿日市はい、香川ひろみのアコースティックラジオ絶賛放送中です。今日はですね、シンガーソングライター中道かれんちゃん、現役高校生のね、シンガーソングライターに来ていただいてます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当ね、今日天才がね来て、天才に来てもらいましたこれ本当すごいっすね。ちょっと興奮しちゃってるけども、時間がね限られてるんですけれども、ぜひねやっぱちょっと音源がない分しっかりね生ライブをしていただこうかなと思っております。はい、もう一曲ぐらいね、なんかカレンちゃんのオリジナル曲を聴いてみたいので。はい、なんかありますか。さっきは穏やかなやつだったんで、はい、すごいかっこいいやつを。今度はかっこいいやつ。はい、じゃあ曲紹介の後、じゃあ、歌うって感じでよろしくお願いします。はい、お願いします。これはセブンティーンっていう名前をつけたんですけど、なんかすごいかっこいい歌ですSeventeen. 心は鋭く尖って薄暗く濁った。いつかはこんな風に思う気持ちもなくなってしまうのだろう。どんな些細な幸せにだって気づけるよ。毎晩止まらない涙を知った。わからないことを一生懸命やってる僕らってなんなの。惑わされないように自分を確かめて、ぼっとしてても距離は縮まらない。もっと明日を自分のために迎えられるように。わがままは言わないでおこうと決めたけど、でも結局頼ってしまうような子供のままよね。何を守ってる、甘えてしまうよ。このままでいたいけど少しは大人になりたい。分かってるつもりのご機嫌取りもろくにカレンでセブンティーン聴いていただきました。今度はまた雰囲気が変わってかっこいい曲ですね。か
しかもちょうど今のカレンちゃんと同じセブンティーンということ で、 そうです。なんかこうやっぱ17歳ならではの溢れ出す思いを書き綴ったような感じの歌ですね。そうですね。この歌は今のは曲選考ですか？曲から作った感じ？あ、そうです。コードをジャカジャカして、ジャカジャカやってそこから、うん、でそれで歌詞をつけたみたいな感じ、はい、いや素晴らしいですね。これまたバンドサウンドでやったらまたねきっとかっこよくなりますかね。よりかっこよくなる歌だと思います。はい、いや今日はね素晴らしいゲスト中道カレンちゃんに来ていただいてます、メッセージ来ております、ラジオネームともこさんから、こんにちはカレンちゃん素晴らしい、歌も声もギターもいい、ぜひライブやってもらいたいです。ありがとうございます、はい、このともこさん、プールカフェニコのね、オーナーの奥さんということで僕がよくライブをしているプールカフェニコというお店でですね、はい、ぜひライブをしてもらいたいということなので、はい、もういつでもこれちょっとやりましょうね。うん、はい、よろしくお願いします。そのうち近々ということで一緒にライブをさせてもらおうと思います。ぜひねその時は皆さん遊びに来てください。はい、今月のリクエストテーマはですねおすすめの旅行先を教えてっていうことなんですけど、カレンちゃん旅行とかはあんまり普段は行かないんだったっけ？はい、もう全然旅行は行かない。行かないですね。修学旅行はどこに行きましたか？修学旅行は北海道に行きました。北海道いいっすね。それ時期は冬、はい、10月で台風と、うんうん、なんか台風が来てる時に予定してて、うん、それで1日減ってしまったんですよ。ちょっと早めに帰るみたいな。いやさ行く時間行く日を後にしてずらして1日遅らして行くっていうのがその前の日に決まったんですよ。明日の天気は荒れるってなったんで、うん、ああなるほど。そしたらもうめっちゃ晴れてしまって、あ逆に、はい、めっちゃ晴れて、でも遅れた分は元に戻らないんで、一番楽しみにしてたイベントがなくなってしまって。それなんかスキーかなんかする？あ、そんななんかあの川下りみたいな。あ、そんなことするんですか、はい、川下りそうです。なんていうやつか忘れたけど、リバーカヤックみたいな、なんかそういう。あ、そんな感じです。へそれがなくなっちゃったんですよ。すごいね。なんかそういうなんか高校の話を聞くとやっぱ普通に女子高生だねさっきまでアーティストだったのにすごいやっぱね、こう女子高生でありながらアーティストということで、いや本当にね素晴らしいシンガーソングライターだと思います。CD の発売の予定とかはあるんですか？今制作中とか。今、うん、CD 作るために、うん、オリジナルを整理したりとか新しいの作ったりとかしてるんで、うんうん、ははは今じゃあ準備中って。そうです、準備中です。そうだね、まあ、まだ高校生だもんね。結構やっぱコストもっていうか予算もね多少かかったりすると思うから、うん、まあでもあの絶対ねあの形にして、はい、あのいろんな方に聞いてもらうっていうのはすごくいいことだと思うので、はい、ぜひとも今後も頑張ってください。ありがとうございます、はい、これからどんなアーティストになりたいとかありますか？あもっとたくさんの人に聞いてもらいたいです。たくさんの人に聞いてもらいたい、はい、もっともう何千何万人に知ってもらいたいということで、はい、うん、でフラワーにスペシャルゲストで呼ばれたりしたら、うん、もう撮影禁止みたいななるほど、人になりたいですね。撮影禁止なぐらいの人気な人になりたいということで、はいぐらいですよ、いいですよ局長から撮影をさせてほしいそうですね。でもきっとねもうカレンちゃんだったら絶対なれると思いますので、はい、ありがとうございます。とにかく思いを強く持ってこれからも頑張ってください、うん、はい、はい、応援してます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にですねちょっとせっかくなので僕もギター持ってるので2人で一緒にコラボ演奏なんかもちょっとねさせてもらおうかなと思います。曲はですねちょっとカレンちゃん本当にこうカバー曲もすごくいいので、松任谷由実さんの卒業写真やらせていただこうと思います。じゃあよろしくお願いします。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時何も言えない
かった卒業写真の面影がそのままだったから人混みに流されて変わってゆく私をあなたは時々遠くで叱って下を通った道さえ今はもう電車から見るだけあの頃の生き方をあなたは忘れないで変わってゆく私をあなたは時々遠くで叱ってあなたは私の青春そのもの はい、どうもありがとうございましたということでですね、今日はスペシャルゲストシンガーソングライター中道かれんちゃんに来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に何かねリスナーの方に一言メッセージをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。電車に乗って廿日市駅まで来たんですけど、廿日市駅で初めて廿日市の初の字の真ん中に